次はデザートのようなデザート系のデザート系ホットサンドを作りたいと思います。そういうパターンもあるんですよね。はい、男鹿半島の塩プリン、男鹿で買った梨、いかに梨を多く詰めるか。あ、待ってください、この上に私プリンやるんだ。あ、どうします。いやでもさっきの経験がありますからなんやかんや締められましたからね。そうですよね。そうの押し付けた。一斉のーでどん。おお、またまた上から今度は叩きつけるようにじゃあそしたらお、いけんのか。さっきよりも厳しそうだけどどうですか。圧でぎゅぎゅ。おお、そうですね、大丈夫かな。梨も大丈夫です。よし、では行きます。お願いします。点火。すごくいい香りがしてきませんか。ね、スイーツ感のある甘い香りがしますよ ね、 ね、あのカスタード感っていうんですか、なんですかね。あ、しっかり焼けてる、いい音。よいしょ。あ、ちょっと梨落ちてきそう。お、じゃこのまま持ち上げずに。あ、でも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 いけます。せーの、どん。おお、意外にいい。意外に、意外と詰まってくれてる、ね、不安しかない。でも私今いただきます、うん、うん、おいしいよいただきます。何の笑い。おいしいよ加熱したことで梨がさらに甘くなってて、でそこにこう絡みついてるプリンのこのカスタード、いや本当に何を挟んでも美味しいのかもしれない。でも、うん、本当に美味しい、うん、ただもうちょっと梨の水分抜いとけばよかった